皆さんこんにちは。茶バラの時間がやってまいりました。茶バラとはお茶を楽しもうをテーマにお茶に関するさまざまな情報をお届けする番組です。それでは早速今日のお茶を飲んでみましょう。今日はですね、天茶を飲みます。で、天茶っていろんな入れ方があるんですけども、今回はですね、ちょっと厚めのお湯でできるだけですね、さっぱりとした状態で、お茶を入れたいと思います。香りをね、立たせるために結構厚めのお湯入れます。で、どちらかというと冷ました方が旨味甘味っていうのは出るんですよ。この天茶っていうのは太陽の光を遮って作ったお茶で、これを、粉末にする石臼で引くと抹茶になる、その原料なので、旨味甘味っていうのがたくさんギュッと凝縮されてはいるんですが、天茶独特の香りっていうのもありまして、その香りを引き出すためにはやっぱり、ある程度温度がね高い方が、その香りがしっかり引き出せるので、高めのお湯の温度で入れます。旨味がね好きだったらうんと低くしてじっくりと出すっていうのがいいと思うんですけども、できるだけですね、それはもうお好みによっていろいろ変えてみてやっていただければと思います。まあ、今回はですね、ちょっとですさっぱりとした感じで飲みたいなという気持ちがあったので、こういう風に入れました。で、揉んでないお茶なので結構ですね、出るのが、まあ、薄いというかね、さっぱりした感じに出るんですよ。なのであまりね、お茶の葉っぱケチらずに、たくさん今回 5g 入れてます。揉んでいないので、天茶は 5g って言ったらすごい量に思えるんですけども、だいたいケチらの方が、お茶っていうのは美味しくいただけますので、ぜひですねちょっと多めにというか入れていただければいいと思います。ええ香り、これ香りも天茶はね、この香りも最高なんですよね。どういう味がするでしょうか。いただきます。ああ美味しい、香ばしいって感じがするんですよね。で、旨味というのもしっかりですね口の中にありつつ、お湯の温度を高くしたので結構最後ね、キリッとさっぱりとした味わいになっているので、ちょうどですねリフレッシュするには最高のお茶です。さあ、それではですね、最初のコーナーに参りましょう。今回は茶工場探検です。茶工場見学かな。前回ですね、京番茶蒸して、乾かすところまで行きましたが、今回はその後いる最後のですね、仕上げの段階を見に行きました。それではどうぞ。これ今、はい、ちょうどいい火加減ちょうどいいぐらいです。春晩、これ春晩なんで、はい、春晩やっぱり歯がね分厚いんで、はい、やっぱりこうちょっと火は強めです。はい。これ今何、その煙の出方で見てるんですか？そうです、煙、そうです。それと、はい、あの焦げのあれです、具合ですね。はい。なってますね。はい。そこからかき混ぜるような感じで。そうですね。はい。おー、色が変わってきた。はい。ちょっともうそろそろかなって感じ。葉っぱもだいぶ色合いが濃くなりましたね。そうです。はい。おー。すごいな。そうですよね。だから、はい。
もうあれですか、橋本さんされて 何年くらいも経つんですか。でも何やかん20年くらい。20年か、すごいな。朝からこれ行ってたんです今日。おお、はい、すごい。これこれどっちが難しいとかあるんですか。でもやっぱハーハーの方がちょっとこう微妙なとこありますね。それでだいぶもうそろそろかなって感じになってきました。おーすごい煙はい。骨は浅いよりも、はい、こちらのとよく行ってる方がいいと思いますけど、はい、まあ、大体の目安で、うん、あのまあ これぐらいの傘になるように骨をまあ足しながら、はい、今回のお茶おいしくは響板茶をやかんで入れる場合にどれくらいですねお茶の葉をやかんの中に浸しておいた方が美味しいかっていうのを調べてみます。で前回ねお茶を響板茶はですね沸騰させた ぐるぐる煮た時間がですねどれくらいの方がいいかっていうことで短すぎても出ないですし長すぎると味が詰まった感じで美味しくないということが分かりました。でベストはその時に沸騰させた直後に入れてから1分間ぐらぐら煮立たせてでそれで火を止めてすぐに出すっていう風にしたのが、まあ、一番美味しいっていう風な結論になったんですね。で今回はお茶の葉の量を半分にして、前回は 500ml の水に対して 10g やったんですけども今回は 1L の水を沸かしてそれに 10g のお茶の葉を入れて1分間同じようにですね煮立たせた状態で火を止めてからどれくらい置いてから飲んだら一番美味しいかっていうのを調べてみます。でこれが響板茶なんですけども、響板茶の特徴であるすごくねちょっと焦げた部分があったり青い部分があったりっていうこのまだらな感じがですね、手入りの響板茶の特徴なんですね。で機械でいるっていう響板茶もありましてそれはまた見た目がちょっと変わっているんでこのようにいろいろまだらな模様っていうのを見るとあ、手入りなんだなっていうのが分かるということなんですね。で、いつも僕はお茶まあ大体もうこんな適量なんで適量っていうかもうざっとしてるんですけどもお茶お湯を沸かしてから、パッとお茶の葉を入れて一晩寝かしておくんですよ。なのでお茶の葉の量はうんと少なくしてるんですね。で、そうすると水みたいな感じでガブガブ飲めるんですけどもお茶の美味しさっていうことに関して言うとちょっと欠けると思うんですよ。なのである程度お茶の葉の量と水の量を合わせてあげた状態でどのように味がうまくですね引き出せてくれるかっていうのをちょっと調べたいっていうのが今回の目的です。はい、沸きました。では 10g のお茶の葉全部入れます。そして1分間煮立たせます。はい、1分経ちました。じゃあ今からですねまずすぐ注ぐというのをやります。時間を置かずにですねもうちょっと入れとくかな。前回に比べてね、お湯の量が倍になっているので、色合いは薄いですよね。はい、1分待ってから注ぎます。まあ、直後、1分、3分、5分、10分、30分、1時間っていう風に伸ばしていきたいと思います。はい、3分経ちました。
5分経ちました。はい、10分経ちました。見た感じはね、ほとんどわからないと思うんですよ。これがそのまま、すぐ注いだもの、そしてこちらが10分経ったものですね。1分ですね、1分置いたものと10分置いたもの、3分置いたものと10分置いたもの、5分置いたものと10分置いたもの。ちょっとじゃあここで一度飲み比べてみます。まずはすぐに沸騰させて1分間グラグラして火を止めたすぐにですね、出したものです。まあ薄いですけども美味しいですね。では1分後、ちょっと濃くなったかな。そして3分後、あんまりすごく濃くなっていってるっていう感じはしません。5分後、飲みやすいですね。で10分後、10分後と直後を飲み比べるとやっぱりね、直後の方が薄く感じます。じゃあ1分後と10分後を比べると、1分後の方が薄いんですけども、10分後の方が濃く感じるんですけども、ちょっとね喉越しがイガイガ感がありますね。濃いんですけども、どうなんだろう、さっぱり感で言うと5分くらいで置いてる方がいいかもしれませんね。その10分後は味が濃い分しっかりしてるという感じはします。でもあまり気に、だからといって10分後がすごく飲みにくいかっていうと全然そんなことはないので、好みの問題ですね。はい、30分経ちました。飲み口は濃くなったっていう感じはしませんね。後味も意外がが増えたっていうわけではないんですね。なのであまり関係ないんかな。飲み口は沸騰させて、1分間ですね、沸騰させて止めた直後と直後から1分経ったものは、飲んで他のものと比べてすごく、すごくというわけじゃないな、ちょっと薄いなって感じますね。ただそれはお茶の葉の量を倍にして、例えば、500ml 10g とかすると解決する問題のような気がします。で3分以降を考えると味っていうのは、劇的に変わるわけではないですね。飲んだ瞬間の味の濃さっていうのはもう一定です。特に濃くなるわけでもなく渋くなるわけでもなく、なのでそういう意味ではそんなにそのお茶を入れるのに気を使う必要はないという感じですね。沸騰をちょっと1分くらいさせておいて火を止めてからまあこう触るともう触れるくらいまで今冷えてますから、そのままずっとほっといて、その室温になるまでずっとそのまま放置しておいても、それからお茶の葉を引き出しても全然大丈夫ですね。ちょっとさっき10分の時飲んだ時に10分のがすごく他のものに比べて後味にちょっと意外がを感じるって言ってましたけども、
別にそれがね、30分になったらすごく強調されたとかそういうわけでもないので、あまりね、気にする必要はないのかなっていうのは思いますね。多分でもこれね、行った深さにもよると思うんですよ。すごくしっかり行っているのでそんなに変化っていうのはないと思うんで、例えばこれが結構浅い入りだったら結構青臭いというか苦味渋みっていうのはまだ残ってると思うので、あの長く置けば置くほど出やすくなってくるっていうような想像はします、うん、ただまあこの番茶に関して言うと特にそこまで気を使うことなく、あの気軽に入れて美味しく入れれますね。はい、1時間経ちました。色がちょっと濃くなった気がしますね。飲み口はそんなに濃くはなってないです。10分後と比較してもそんなに味がガラッと変わるわけではありません。5分後とも一緒くらいですね。だからあれですね、3分から5分くらい経ったらもうそれ以上は出なくなるくらいまで空っぽになってるっていうことが分かりました、うん、なので味的な違いっていうのはもう本当にね変わらないと思います。なので不必要にというか必要以上につける必要はないということなんですが、もしつけていたとしてもそんなに味的に変化があるということはないということも分かりました。これも1時間で大丈夫ですね。これが例えば2時間、4時間、8時間って伸ばしたとしても、多分味的な変化っていうのはそんなに変わらないです。なので、結論としてはですね、5分くらい経った以降はそんなに味が変わらないですから、まあ、止めて火を止めてですね、ぐらぐら煮立たせて火を止めてすぐっていうのは薄いので、まあ3分は待ってくださいと。で3分待った時点で、あとはもうそれ以上長く待つ必要は特にないですから、5分も待てばね、それ以上の味の変化っていうのはほとんどないと考えていただいて、OK ということが分かりました。いかがでしたでしょうか？ね。京番茶、なかなかね、こうやって時間がかかる、味の研究っていうのは、結構ね、手間がかかるので、そんなにね、難しいことではないんですが、ちょっとこう調べておいてよかったです。僕はこの好み的にね、水分補給的に飲むんでしたらもっと薄くてもいいですし、ずっとほっといてもいい。今まで通りの、たくさんの水に沸かして、ちょっと量を葉っぱちょっとだけにして、もうずっと一晩置いておくくらいの入れ方でも全く問題ないっていうことが分かりましたし、京満茶のその甘み、あと、香りとかを楽しもうというんでしたら、ちょっとある程度、10g に対して 500ml くらいで、1分間沸騰させて火を止めて3分間待った状態でもう引き上げるっていうのが一番自分の中では今の段階ではベストということが分かりました、はい、まあこれをね、見ていただいた皆さん、ぜひともですね、京番茶飲んでみていただきたいと思います。以上です。皆さん、抹茶を作る畑ってご存知ですか？抹茶ができるのはこういう畑です。このお茶の木の上に黒い布がかぶってるでしょ。これをかぶせることによって太陽の光が直接当たらないようにして育てます。これが抹茶ができる畑です。いかがでしたでしょうか？今回もね、いろいろやりました。で、特に今回はですね、京番茶について、茶工場見に行ったりですね、お茶の美味しい入れ方研究したりっていうのをやりました。で、これね、言っているところは卸専門なんですよ。なのでここの番茶、京番茶非常に美味しいんでね、侍茶人としてもですね、これぜひともですね、売っていきたいと思っています。で、あまりにもね、
多すぎると、量が多すぎるとちょっとね使い勝手も悪いかもしれないので、1000パックでやるとか、あの小分けにした状態でやろうと思っておりまして、まだそれね、考えてる、まだあの形にはなっていないんですけども、でき次第また皆さんにもお伝えしたいと思います。またね、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、さようなら。